おっしゃ、裏を書いてあえてこういうから使ってます。はあ、の魚、いやどれも綺麗、最高の魚。おはようございます。 OSP プロスタッフ林光大です。今回梅雨の最高に来てます。ルアーはこのね、アユエバ、74と60、あとは、新製品のピクロ、これを使って、梅雨の最高で、表層ルアーで攻略してみたいと思います。期待してた通りの天気でいいっすね。なんかこう梅雨らしい感じで、うん、いい感じの天気、そんな冷え込んでもないし、いいんじゃないですか。メインで使うのがアイウェーバーの74オリジナルサイズの方ですね。これでちょっとね、浮いてるワカサギのサイズも大きいし、水もちょっと濁ってるんで、ちょっと存在感出して魚浮かせて食わせるっていうことで、60じゃなくてオリジナルサイズでやりたいと思います。うわー、ここで出てほしい。この部位を通り過ぎるあたりで、部位の周りっていうのは一つ狙いなんですか。そうですね、ここずっと横にロープ入ってて、部位は部位でこう下からロープが、その横のロープから縦のロープ出てるんで、一個変化というかバスも寄り添いやすいんで、そういうところにサスペンドしてるん でそこにダイレクトに投げるんじゃなくって、風を読んでその上からルアー流していくっていうのがこう自然な流れというか、ルアーをうまくそこに流し込んでやるのがこの愛知系の肝ですね。でもルアー消えなかったですね。出たよ。ちょっとフックアップしちゃった。やっちゃった。でも面白い。あ、今右側いたっすか。おっしゃ、出た。おお、びっくりした。でかい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 。すげえ、めっちゃでかい。うわぁ、やばい、止まんない。うわぁ、頼むよ頼むよ。2匹いましたね今。やばい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 、跳ねるな跳ねるな跳ねるな。えぐいな、最高の魚、めっちゃ引く。やめてやめてやめて、よっしゃー、あぶな、でけー、忘れた。
うわあ、あゆえわ、この魚、ちょっと手震えてる。アイウェーバーの74の F フローティングで、めちゃくちゃいい魚。いよく引く魚でした。ありがとう。いいですね。これこういう魚釣れたら雨の日やっぱ釣り行く気になりますね。よし、じゃあリードします。ありがとう。今のバイトはすごかったっすね。なんか今何があるわけでも なかったんですけど、うん、普通に水深だいたい何メーターだろう、 7,8 メーターとかのところをあえば浮かせてやってると、バイト一瞬だからちょっと分かんなかったけど、ファイト中にね2匹でかいのが、あのでかいのっていうか釣ったやつと下にもう1匹いたんで、まあ、2匹で多分このアユウェイを見つけて、まあ、取り合うようにした、多分ドーンって食ったんだと思います。でこの時期の、表層 IG 系の浮かせて釣る釣りっていうのは結構最古のもうローカルの釣りとして結構定着してて、僕も結構ね 7,8 年前とかに通ってよくあのやってました。でワカサギが浮いて死んでるんですけど、それをバスがこういうね沖のロープとかについて待ち伏せてて流れてきたやつを食うみたいな、そういった魚をね今日はアイウェーバーの74で釣ってます。でカラーがこれとソルトウォーター用のカラー、結構ねいいカラーなんで、だしまああんまり投げてる人が多分少ないと思うんで、ちょっとね裏を書いてあえてこういうカラー使ってます。なんか小魚がなんかピチャピチャ跳ねてる、すごい上ずってますね。ですね。おらおら、なんか、ね、今もアイウェーバーの左側でピチャピチャやってたけど、この梅雨の雨でね、バスもベイトもちょっと上ずってテンションが上がり気味なのかなと。もう一回、今のフックアップしてないんでもう一回出てくれ。いきなり来る。やばいっすね。サイコめちゃ面白いな。結構見てるとね、さっきもベイトピチャピチャやってたし、ワカサギ浮いてるのを見ると餌がやっぱり豊富にあるから、うん、魚のコンディションいいし、まあそれゆえによく引きますね。もうチェイスですね。よし、いきなり来たよ。あった。いやー楽しいなこれ。よし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 。いやー跳ねないで跳ねないで。このね下に下に、ほら下に下に行こうとする。無理せず耐えるだけです。これもロッドに任せて。よしよしよし、浮いてきた。おすごいな、なんかロープありそうで怖い。
最高のラージ。よっしゃ、これもでっ、重っ、重た、なんじゃこりゃ。この魚めちゃくちゃいいじゃないですか、これ太い。ハイウェイバー釣れるな、この魚。どれも綺麗、最高の魚。いい位置かかってますよね、がっちり。いい魚でした、ありがとう、逃がします。うわ、太いな。いや、こんなに面白いんですか、最高。いや、楽しいな、ほんと。これもたまらないですね。たまんないっす、夢に出てきそうっす今釣れたのは、バンクで釣ったんですけど、最初こっちの沖のブイやってて、まあ、全然反応なくて、その前釣った時も、バンクに向かって投げた時に、釣れたんで、ちょっとバンクやってみようと思って切り替えたらすぐ釣れました。で、まあね、今日ローライトで、雨も降ってるんで、バンク際の方がちょっといいような感じはしますね。バンクからのブレイクラインとかそういったところで、釣れました。で、使ったのはね、またこのアイウェーバー74の海用のカラーのこのルアーなんですけど、そうですね、リドリッドスピードもね、今これぐらいのスピードで巻いて、で、今アイウェーバーもそのフローティング使ってるんで、目で確認しながらゆっくり巻いてこれるんで、全然難しくはない。さっき言ったようにこう引き波が出ない程度の本当にゆっくりなスピードで、けどまあ完全に止まるとね、なんか今日見切られる感じなんで、ルアーは動き続ける形でゆっくり巻いてくるとバイトしてきますね、うん、ちょっとこっちにあります。ほら来た、やっぱりいた。今ね、なんか跳ねたんすよ、ちょんって。よし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 、うわ、でかい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 、でかいな、おい。で、こっから潜るんすよ、こっから潜るんです。いくな、おい、めっちゃ面白いめっちゃ楽しいです。うわ、すごいな。めっちゃ引きますよ。うわ、止まんない。うわ、まだ走るか。ちょっとね、最後ロープがいろいろなとこに張り巡らされてるからちょっと怖いですけど、よいしょ、これもでかい。なんだ最高、すごいな連発です、アイウェーバー連発。競争面白いな、ね、いい出方しましたね、長い。今ね、連発で釣れたんですけど、最初の魚は、バンクの方で釣れたんですけど、今バンクそのまま続けてやってたら沖でチャポって音がしたんで、そこ投げたら結構ヘラが跳ねてるんで分かりづらいんですけど、でも、まあ、一応ね、投げてみようと思って投げたら出ましたね。
連発楽しい。たまらないたまんないっす。まあね、バイトはでもちょんって感じでしたけどね。うん、梅雨の最高やらないと損です。よし来た。よし。来た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 。ピクロで。来たよ。めっちゃいいバイトだった。おお、引く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 。よし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 。おお、めっちゃ引く。すごいな、最高のバス。よいしょー、ピクロ来たよ。しゅー、来たピクロ。綺麗な魚、最高バス。ピクロいいね。すごい最高の魚、めちゃくちゃ模様綺麗です。ありがとう。逃がします。おー、いやー、よく引いた。今釣ったのが、OSP の新製品ピクロですね。で、今ね、ウィードの上をこのピクロでロールさせながら泳がしてきてると、下からひったくるようなバイトでバイトしてきました。で、このピクロの特徴として、あのロッドワークですごいロールが刺しやすい。こうしっかりね、ミドストしなくてもティップでツンツンってつつくだけでこう倒れ込むようにルアーが動いてくれるんで、誰でも簡単にアクションさせることが可能です。今回サイコの、表層 IG 系で使ったタックルですね、レジットデザインワイルドサイドの、WSS66L、 結構ね、全体的に曲がるテーパーで何にでも、使いやすいロードです。ラインがP の 0.45 で、リーダーがフロロの5ポンドっていうセッティングしてます。で、 0.4 っていう太さが絶妙で、やっぱり飛距離っていうのがここのサイコはすごく大事な要素になってくるんで、その飛距離を稼ぐために 0.45 っていう、太さ使ってます。ただやっぱり今日もね、ファイト中ちょっと、怖かったのがロープがね結構入ってるんで、多少強引にやっぱり引っ張りたいっていうところで 0.45っていうこの太さをチョイスしてます。で、これが例えば 0.6 になるとやっぱり気持ち、飛距離が落ちるんで太くはしたくないけど、まあ細すぎるのもちょっとファイトが怖いんで、ラインブレイクっていうところが怖いんで、0.4 にしてます。ルアーがアイウェーバーのオリジナルサイズですね、74の F なんですけど、それに合わせるタックルがこの 66L っていうタックル、まあ、さっきも言ったように、シャッドとか虫ルアーだったり、まあ、ライトリグもできますし、何でもこう使えるタックルで、すごくね、曲がりがこう綺麗なんで、しっかりルアーの重みを乗せて投げることができる。最後で飛距離が大事っていう話したんですけど、非常にね、こうためを作って投げれるんで、安定して飛距離が出せる。で、狙ったところ、今日なんかやっぱりあの V をしっかり狙ってたんで、その V に対して正確なキャストができるっていうところで、今回ね、アイウェーバーオリジナルサイズには 66L っていうモデルを選びました。OSP の新製品ピクロで使ったタックルが、ワイルドサイドの WSS64XUL、今年のモデルですね。ミドスト用の竿なんですけど、結構ね、全体的に張りがあって、まあ、既存の 64UL っていう竿と、この XUL の違いとしてはピッチの速さですね。シェイクした時の竿先の振れ幅が結構ね、こっちの XUL の方がピッチが速く動かせるので、ルアーをこう機敏にね、細かく動かすことができる。で、今ね、梅雨時期でもう魚もね動けてるんで、ルアーの動き的には速いピッチで動いた方が、まあ、いいのかなっていう、そういう風に思ったので、今回はね、この 64XUL っていうモデルを使用しました。ピクロ用の、タックルシステムですね。ラインが
P の 0.65 で、リーダーが7ポンド。アイウェーバーに比べるとちょっとね強めのタックルっていうのも、ルアーの重量が少しあるのと、投げる位置もウィードの上だったり、まあ、ロープの際だったり結構際どいところに投げて魚をかけた後しっかりね引っ張り出してっていう意味もあって、少しね強めのタックルシステム、ラインシステムになってます。お疲れ様でした。はい、今回、梅雨の最後ってことで、表層ゲームかなり楽しめました。で今回ね、アイウェーバー、オリジナルサイズのアイウェーバーと、ピクロ、使って、やってみたんですけど、ぜひね、まだね7月もこの表層ゲーム楽しめるんで、ぜひ最後に遊びに来てみてください。ありがとうございました。